はい、おはようございます。今日は冒頭発言4件あります。まず一つは、公立高等学校にかかる授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案については27日に参議院で可決され成立をいたしました。この法律は低所得世帯の生徒に対する一層の支援と公私間の教育費格差の是正を図る目的のもと、その財源を捻出するために高等学校等就学支援金の支給に所得制限を設けるということであります。なお平成26年4月から新制度を実施することについて受験生や保護者に対して速やかに周知する必要があるため、文部科学省においては早速リーフレットを作成し、本日ホームページに掲載するとともに、しっかりと周知が図られるよう都道府県に対してもうお願いをしていく予定であります。新制度の実施にあたっては現場に混乱のないよう引き続き丁寧な対応に努めてまいりたいと思います。2点目は、東北地方への医学部の新設についてであります。総理から検討指示を受け、具体的な検討を進めてまいりました。その結果、震災からの復興、東北地方の医師不足、原子力事故からの再生といった要請を踏まえ、特例として東北地方に1校に限り医学部新設を可能とするための所要の手続きを進めることとし、基本的考え方を取りまとめました。その内容は、東北地方における医学部設置認可に関する基本方針についてとして本日お配りをしているというふうに思います。なお、この方針については関係省庁と相談の上、関係大臣合意による基本方針として位置づけたいと思います。また近々取りまとめられる予定の政府の経済対策における復興施策の一つとしても位置づけていく予定であります。概略を申し上げると、手続きの進め方としては、新設の趣旨や条件に適合した医学部を1校選ぶため、通常の設置認可審査の前に新設コースを受け付け、最も趣旨にかない実現性の高い1校を採択し、その後の設置審査の対象とすることといたしました。また設置にあたっての留意点として、通常の基準に加え、さらに教員等の確保に際し、地域医療に支障をきたさないような方策を講じること、卒業生が東北地方に残り地域の医師不足の解消に寄与する方策を講ずること等を示しました。さらに、付属病院の病床数や医師数等の基準については、過去の例を参照しつつ、実情を踏まえ弾力的に対応することにいたしました。なお、スケジュールについては、最短で27年4月開学に間に合うような手続きをするようにして、準備をしたいと思いますが、関係自治体や各大学等の対応が難しいようであれば、その準備状況を伺いながら、申請時期等は弾力的に対応していきたいと考えております。詳しいことはこの後事務方から説明を予定しておりますので、そちらで確認していただきたいと思います。次に、土曜日の土曜授業でありますが、子どもたちの土曜日の豊かな教育環境の実現に向けて、文部科学省では地域や企業の協力を得て、土曜日の教育活動推進プロジェクトを進めていきたいと考えております。このプロジェクトのうち、まず土曜授業の実施にかかる学校教育法
施行規則の改正については、設置者の判断により同様事業を行うことが可能であることをより明確にするため、本日交付施行したところであります。また、官民連携による土曜日教育ボランティア運動を推進していくため、多様な賛同企業、団体の協力による応援団を組織していき、出前事業等の推進を図るとともに、省内にも推進本部を設置し、職員のボランティア参画も促すこととしております。私もその先頭に立つということで、12月の中旬土曜日に都内の小学校で私自ら算数を教えたいと考えております。さらに土曜日の教育活動を円滑に実施していくため、学校と企業とのマッチングに関する指導、助言を行うアドバイザーの委嘱やホームページ等の新規開設も行っていきたいと考えております。文部科学省としては、これらを通じて、土曜日の教育活動が全国各地で活発に行えるよう積極的に取り組んでまいりたいと思います。もう一点最後ですが、平成26年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領について、本日決定をしました。本調査は、貴重な予算を使って教育改善のために実施しており、保護者や地域住民に対して説明責任を果たすことは重要であると考えております。一方、序列化や過度な競争による弊害が生じることがないようにするなどの教育上の効果や影響等に十分配慮することも重要であります。平成26年度の実施要領については、双方の観点を踏まえ、調査結果の公表の取り扱いについて見直しを行いました。具体的には、市町村教育委員会は学校の結果の公表を行うことができる。都道府県教育委員会は、市町村教育委員会の同意を得た上で、市町村や学校の結果の公表を行うことができるというふうにした点であります。学校の結果の公表については、学校の設置管理者、かつ調査の参加主体であり、学校の結果に最終的に責任と、域内の教育の状況に関する説明責任を有している市町村教育委員会が、基本的に判断することが適当と考えたものであります。また、結果の公表が教育施策や指導の改善につながるものとなるよう、公表にあたっての配慮事項として分析結果や改善方策を公表することなどを定めました。今回の見直しを踏まえて、学校名を明らかにした公表を行う場合は、例えば単に当該年度の平均正答率のみを公表するのではなく、これまでの調査結果から分かった課題を踏まえ、学校ごとに今後取り組むべき目標を決めるなどして、経年での改善の状況、改善に向けた具体的な取り組みの状況、教育委員会としての学校への支援策を公表するなど、確かな学力の育成に向けた学校の積極的な取り組みを評価し、またその取り組みを支援するものとして対応していただきたいと思います。文科省においても、本調査結果を活用した各教育委員会や学校における教育施策や指導方法の改善、充実を促してまいりたいと考えております。以上です。監視会で質問いたします。学力状況調査の関連なんですが、十分配慮するとのことなんですが、序列化が懸念されている、そのリスクを負っても、なお校名公表を可能にすることによって得られる教育的効果というのはどういうことなんでしょうか。はい、個々の学校名を明らかにした公表を行うかどうかは、市町村教育委員会の判断に委ねるというふうにしましたが、この教育委員会が
今回の見直しを活用することにより、その設置管理する各学校の状況や今後の改善方策について保護者や地域住民に対してより積極的に説明責任を果たすことが可能となるわけでありますし、また説明責任を果たすべき役割もあるというふうに思います。またこれによりまして、保護者や地域住民の理解と協力のもとにより教育の改善に取り組みやすくなるということが出てくるのではないかと期待をしたいと思います。さらに学校名を明らかにして優れた改善を行う好事例が公表されることで、他の学校への良い取り組みの普及が一層推進されることが期待できるのではないかと思います。各教育委員会においては、地域の実情に応じながら教育施策や教育指導の改善につながる公表を行っていただきたいと考えております。では各社さん質問お願いします。はい、チーム山下です。医学部の新設に絡んでなんですが、これまでですね、医学部の新設を決めた文科省の国民というものがあったのですが、その扱いはどうなるのでしょうかということが言ってですね、もしこの新設を決めた特徴を変えるのであれば、まあ、一般の関心の持つとしてはですね、一般の今回の東北以外の大学にどれだけ医学部新設の門を開くのかというところが関心が高いと思いますが、それについて大臣にお伺いします。はい、告示を変えます。で、変える内容としてはですね、東北被災地の実情に鑑み例外的にというような文言を入れることによって、これは例外であるということで、今後他のどこの地域においても医学部新設が可能ということではないと、限定的な告示にいたします。はい。閣議決定とは伴うのか、伴いません。はい。ただ閣議決定では、これ自体閣議決定ではないんですが、平成25年度の補正予算の中での経済対策の中の項目の一つとしてですね、関連で入れるようにしたいと思いますので、閣議の中の決定の中の一つの項目としてありますが、これだけの閣議決定ということではありません。予算規模としてはどのぐらいを考えられるんですか。それは私が発表する立場ではありませんが、報道で書かれているような額ではないかと推測しております。はい、はい、共同通信の部分です。教育状況調査なんですけれども、今回その廃業事項は生じしましたが、これまで実施要領に違反する自治体が出てきているのもあり、今後もこういう事態が出る恐れというのはあるということと、それからその一覧とか順位付けをしなくても学校名が明らかになれば、それをもとにこう順位を資料を戻し付けるというのが可能だと思うんですけれども、そういう違反があった時の対応であるとか、あるいは配慮事項が十分かどうかということについて大臣はどうお考えですか。基本的に批判はありえないと思うんですね。それは各その教育委員会の判断で公表することを可能としたということですから、別に公表義務付けてるわけではないということです。ですから地域事情によって公表しない方がいいと判断した教育委員会は現状のようにしていただいても結構ですと、いうことであります。ただ公表するということを決めた教育委員会においては、いたずらな競争を煽るような各学校の平均点を学校ランク別って言いますかね、順位別に一覧表で、提示するとか、いうようなことではなくて、経年何年間か学力テストをしてきた中で、その学校がどれぐらい伸びてきたのかとか、いうふうなですね、個々の教育における成果効果がどう各学校が取り組むことによって、現れているのかとか、そういう努力についてのですね、公表の仕方と工夫をしていただきたいと、いうことをお願いをしたいと思います。すみません、あと1問でお願いします。はい、
NHK タジです。医学部の方に戻りますが、スケジュール感として、大臣告示の改正であったり、基準、こうしたものは、どれくらいをめどに行うことをやるか、さらに有識者会議を年度にですね、その構想を集めてもらう、これは、いつ頃を考えていらっしゃるか。でもう一点はですね、有識者会議内で一つにふさわしいというのを選んでいく、これはなかなか難しい参加選挙になると思うんですが、どういうふうに現点で見通しを考えていらっしゃるか。はい、時間の関係ですね、詳しくは後でまた事務方から説明があると思いますので、簡単に申し上げたいと思うんですが、この被災地の復興支援のための特例都市の医学部の新設ですので、できるだけ早く私はですね、設置ができるようにした方がいいと思ってますので、27年の4月から開学が可能のような準備の前提で、それに間に合うようなスケジュール感を今考えているところであります。一つに絞るということについては、客観的ないろんなデータでですね、当事者だけでなく広く国民から見ても理解が得られるような、そういう基準を設けることによって一つに絞り込むと、いうことをしていく必要があるというふうに思います。じゃああと一問だけ、あとお一人だけ、じゃあ、はい、学力テストのところですけれども、事前に行っているアンケートでは、各学校ですとか、教育者によっては、妥協だと参加をためらうような意見もありましたが、今回、そういった懸念はないのかというのと、来年以降についてはどういうふうに考えていますか。いや、ですから、懸念のある教育委員会は、別に公表する必要はないんですね。あくまでも、それぞれの教育委員会によって公表するかどうかは判断していただいて結構ですと、いうことを今回決めたわけですから、懸念があればそれはしばらくは様子見と、つまり公表しないということで結構だと思います。来年以降については、それ26年度からそうなるわけですね。今回26年度からこれはそういうふうに該当させるということですね。はい、すみません、はい、教育委員会に委ねたってお話ですけれども、基本的に首長の意向で、その教育委員会の判断よりも首長の意向が強くて、やっぱり出そうっていう場合に、教育委員会の判断がちゃんと最後まで通るのかっていうことについての担保がなされてないと思うんですけども、その点についてはどうお考えでしょうか。これは来年通常国会ですね、教育委員会制度そのものの抜本改革案を提案をしてまいります。その時に教育委員会がどう位置づけられるかということにもつながる話でありますが、現段階においてはですね、それは教育委員会の判断の意向ということについては、組長はそれを尊重しなければならないというのは当然のことだと思います。現段階はそうですけど、今後見直されていった場合、教育委員会の立場が変わっていった場合には、また実施要領を見直していくということになる。いや、実施要領そのものは見直すつもりはありません。どういう状況だろうと、これはつまり教育委員会制度がどういう形になろうとですね、この学力テストの基本的な公開について教育委員会が判断できるということについては、これは何ら変わるものではありません。今日はすみません、ちょっとこれからね、国会質問があるので、また改めて1個だけごめんなさい、平均正答率っていうことを公表することが説明責任を果たすことになるっていうつながりがちょっと理解しかねるんですけど、もうちょっと補足して。いや、だからさっきから言ってるじゃん、平均点をただ学校序列的に使うということは、これは控えていただきたいと。だから平均点を公表してくださいとは一言も言ってません。はい、今までの各学校における学力テストをしたことによってどういうふうな成果効果が現れているのかと、いうことについて公表することによって、さらに、教育現場の励みとなるような、そういう公表の仕方について教育委員会は配慮して、考えていただきたいと、いうことであります。すみません、ちょっと今日は時間がないので、また改めて、はい。